雪国の太陽光パネル。発電する気ゼロ。がネットで話題。内容はこちら。雪国の太陽光パネルの惨状が話題のようです。では、小野寺勝氏のツイートより内容を見てみましょう。小野寺勝。もう発電する気ゼロだろ。発電する気ゼロすぎる。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。最も電力を必要とする冬場にこれでは、かっこ笑い。近所のパネルは、設置から1冬目の大雪で全滅し、再び設置されましたが、どうなることやら。うちの近所のメガソーラーも、1ヶ月以上雪に埋まってますよ。道民だが、近くの民家の屋根にソーラーパネルあって、雪かぶってるの見て、除雪せんのかなーって道通るたびに思ってる。なぜ北海道でソーラーパネル設置したんだろうと、本当に不思議だわ。被害者が続出しているようです。次はこちら。確かにこの状態でも、賦課金からお金が入ってる可能性があるのかも。こうなること想定内ですよね。寒い地域では。重みで壊れて、毎年買い替え、中国万歳コースですよね。設置することで満足する層が、必死に設置したがってるんだろ。設置することが目的だから、後のことはどうでもいい。利益は再エネ賦課金からもらえるから、作ることに意義があるしな。抗菌チューチューってやつか。金の亡者たちが、抗菌チューチューするために必死なんでしょ。次はこちら。発電したくてもできない。ヒグマと同じく冬眠中。太陽光発電パネル、春になったら本気出す。さすがに、雪国に太陽光発電は無謀だと思う。わかりきってたことわら。想定してなかったとしたらアホすぎる。しかもエンカルのせいで、これ全部、錆びるんだぜ。もう終わりだよ、この国。日本はどこへ向かうのでしょう。最後はこちら。小泉のお坊ちゃんが考えた最強の電気集め。でも、並べるとおぼろげにもセクシーに見えるから。太陽光パネルとか中華利権だろ。推してる連中は中華の手先としか思えん。大体インフラを敵国に委ねるな。ゆり子はどう責任取るんだよ。太陽光パネルを推し進める人たちすべてに責任を取ってもらいましょう。結論。そもそも太陽光パネル自体が日本の風土にそぐわない産物なんですよ。それなのにもかかわらず、抗菌をチューチューしたい金の亡者たちが太陽光利権に群がり、日本のあちこちに太陽光パネルを設置し、日本の景観を壊し、日本を破壊し続けています。しかも小池都知事は、葛西臨海公園や神宮外苑の樹木を大量に伐採し、自然破壊を繰り返しながら、太陽光パネルを強引に推し進めています。こんな暴挙を許していていいのでしょうか。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。